こんばんは、かずやですやっぱりユニクロっていいなって思うんですよ以前の動画でも紹介しましたがえ冬場使ったりとか、まあ、あとは旅行でよく使うのがウルトラライトダウンとか そういう畳めるシリーズですね。ああいうのって軽いしま省、あ、スペースで済むので、スーツケースに忍ばせておくとかまあ、カバンにちょっと忍ばせておくだけでまあ、ちょっとした。この寒暖の差っていうのを克服することができるわけですよ。それだけじゃなくて、結構ユニクロの製品っていうのは愛用していまして。まあ、パンツがまずそうじゃないですか。で、靴下もそうなんですよ。これ消耗品なんかはユニクロいいですよね。で、さらに。 このサブチャンネルでもそうですけど、最近白いこの T シャツを着てるんですけど、これもね、ユニクロです。1000円ぐらいなんですけど、割と生地がしっかりしていまして、あの、これ一着じゃなくて、全く同じ真っ白なやつがもう一枚と、ちょっとこう、色が違うタイプでもう一枚持ってます。そう、やっぱ安いからいいんですよね。例えばプロレスの T シャツあるじゃないですか。まあ、それもよく着てるんですけども、ああいうプロレス T シャツって大体3000円ぐらいするんですよ。3000円で1枚。 でこっっちちはもう3000だったら3枚買えゃう最近あれなんですよね服選ぶのがめんどくさいんですよね。なのでもうなんか同じやつでいいやみたいな。同じやつそのデザイン同じなんだけど、まあ、選択するっていうのがあるからこう着回すために、えー、数着買って使うとそんな感じですで。よくコメントとか見てると「和也は下履いてない」みたいなこう「ズボン履いてない」みたいなねそういうコメントをいただくんですけども。いやあの それはあの、あれですよ。フェイクニュースですよ。今日も意図せずに、絶妙にこの下半身映ってないですけど、これ履いてるんですよ。これもユニクロ。これ何でしたっけねイージーなんちゃらパンツみたいな。かなりストレッチの効いている、えー、タイプなので、えー、まあ履き心地が良くてですね、まあちょっとしたこう、運動もできるんじゃないかっていう感じですよ。値段も3000円、2980円かなですし、手頃な感じで、これもいいなと思ったので、あと、もう2着あります。 アップル製品ばっかり紹介してるじゃないですか。まあ、なので、もうそんなアップル製品ばっかり買わないでズボンを買えっていうね、お叱りのコメントをいただきますが、まあ、今回はもうここにね、もうビシッとズボンを買ってありますから、もうこれでね、えー、ズボンを履けなんていうことは言われないんじゃないかと思います。いや、まあ、これは一種ネタだから、今後も言われ続けるだろうという気はしますけどね、今後も無難なものを買い続けていきたいなというところで、今日はこの辺にしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。